武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、駒澤大学の、物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、時間60分で大問が3題、出題されており、マーク式、回答の記述式、回答の、答えのみの記述式と、論述式ですね、その3パターンで出る形となっていて、問題の難易度的には本当に基礎ですね、論述がある問題も基礎の問題となってますので、まあ、日大レベルの参考書で、日大レベルで終わるような参考書、例えばエッセンスなんかだと、そのエッセンスはその上のレベル結構やる向けのものなので、エッセンス使うよりは例えばリードライトノートなりセミナーなりっていうような基礎の、網羅が高い参考書を使って、そこで終わるようなものをやっておいた方が、やりやすいかとは思います。で、出題範囲としては、力学電磁気波動の出題、が、出やすくなってますので、特にここを重点的に、まあ、その中でも力学電磁気はまあ優先的にやっておいた方が、いいかなというふうに思います。で、まあ、ちゃんと公式使って、いけば解き方がわからないような問題はほぼ出ないので、基礎の問題を確実に落とさずですね、取り切れるように練習をしておきましょう。以上が物理の勉強となります。